えぐいってマジでやばい、マジでやばいやばいやばい、絶対パンクしてるやろ、してるやばいってめっちゃ怖いよ、終わっちゃった。え、どうしたの、わからんって。やばい、皆さんパンクしました。なんかさ、ハンドルがこうなんだと思ったんだよ。ちょっとおかしいから、すぐ公園入った。これえ、ほんまにどうしたらいい、家帰られへんねん。やば、手で押せるレベル。状況説明すると、今撮影の買い出し行こうとして、ちょっと運転させてたら車がなんか傾いててえ、なんか変じゃないって言って見たらパンクしてました。え、でもまだ走れてたやん。このままちょっと徐行してオートバックスまで持っていく作戦はどう。自走可能な場合は大丈夫やねんけど、もしまあそれで無理って判断された時が、レッカー車が確かいるような感じやった気がする。なるほど、ね、警察にちょっと電話してさ、オートバックスまで運転していいか聞こう。そこの確認だけ取るか。うん、110番。はい、110番警察本部です。一つお伺いしたことあるんですけど、車のタイヤがパンクしちゃいまして、それってそのままオートバックスとか自動車整備の方に自力で持っていくことって大丈夫ですかね。なんとも今電話だけでお答えできないんですけれども。どうしたらいいですかね。一番いいのは、はい、ノートサービスを。はいはいはい、徐行してもダメなんですか、普通の道路走るのは。お問い合わせに関してはこちら緊急の電話になるので、管轄の警察署に電話をしてご相談という。あ、じゃあちょっと聞いてみます。ありがとうございます。はい、ちょっとかけ直しますか。はい、かけ直しましょう。すいません、一つお伺いしたいことがあるんですけど。めっちゃ塩対応だ。日本の警察はこうですよ、多分ご飯食べてないんでしょうね。不機嫌、バカ不機嫌やったら。ジョフカン頼む、マジで早く来てくれ。ジョフカンよ、強えな。ございます。あ、すみません、ちょっと聞きたいんですけど、ちょっとタイヤパンクしちゃいまして、ちょっとオートバックスかどっかまでちょっと車引いてほしいんですけど、はい、今は駐車場などお車は安全な場所に止まっていらっしゃいますか。そうですね、今公園の駐車場に止めてます。かしこまりました、はい。俺ら今年入って不幸ありすぎ。雪でさ、とんでもねえ渋滞はまるわさ、雪で動けなくなるわ。次タイヤさ、やめろやめろやめろ、それは全カットだ。電話でなんぼ尺取ってんねん。ほんまに。ちょっと中入らん。入ろうか。入ろう。寒い。はい、朝でいります。はい。今地図で場所の確認させていただきまして、サービスカー到着にただいま30分ほどお時間をいただいておりまして、15時30分頃の到着を予定しておりますが、お待ちいただけますか。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、朝でいます。お電話失礼いたします。はい。よかった、ジャフ入ってて。すげえ。とりあえず30分待つか。待つしかないもんな。凍え死にそうだぜ。マジで寒すぎ。ちょっと雪がやばいんですよ。やばない、見えるやろこの吹雪これやばいやろマジで。まあでもこういうトラブルもね、動画にできるのが YouTuber っていうあれですよね。よっしゃ、動画一本終わるぞこれで。え、マジでお腹空いたしさ。だってあと30分待たなあかんねやろ。すぐそこにローソンあるから、ちょっとジャンマキ行けません。だって俺 JAF 呼んだ、警察に電話した、運転でここまでなんとか来れた。お前何した。カメラで撮ってない。撮ったやん。俺もカメラで撮った。お前芸歴一番下。それはやばいやろお前。ハン君、ヒロにお願いしてほしい。じゃあちょっと頼んでみるわ。うん、ヒロとさ、昔からさ仲良くしてくれてありがとう。ありがとう。うん、お前にいつも助けてもらってばっかだし、今回もね、助けてもらうの卒業のつもりで頼むわ。一生の最後ってこと。そう、お前幼馴染として一生の最後ロース行ってくれ。俺に任せろ。俺スパゲッティな、レッジしてきて。お前の分は買わん。卵サンドは絶対必須や。ヒロ、あのサッカーで見せてたトップのダッシュで行ってきて。インサート撮ってくれ。誰も撮ってないっていう。撮ってると思ってる。撮ってる。ケースがこうやって言ってるから撮ってると思って。サッカーのトップのダッシュをしとる。もう家帰ってサムネも作らなあかんのやばいて。今日の動画も終わってねえよ。ヒューゴから電話来ましたよ。あ、もしもーす。はい。お疲れ様です。今電話大丈夫ですか。あ、サブ撮ってるけど大丈夫だよ。あ、うん、ヒューガーのところも使おうかなと思ってる、使えるやつだったら。ちょっとやめてください、どういうことですか。クラブハウスって何ですか。クラブハウスって5年後ぐらいにはもうツイッターぐらい普及してるんちゃうかって言われてる SNS で、なるほど。この SNS1 人につき2人しか招待できひんねやんか。その招待をもらわないとこの SNS を始めれないっていう SNS で、ヒューガーが今始めたかったら、あのヤマトに招待をしてもらうっていう感じ。ちょっとじゃあちょっと確認して。うん。え、何のサブチャン撮ってるんですか。まあ、車パンクしてん。80万人おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。まあ、すぐ追いつくから待っとけよ。あ、ちょっと待ってるんで、ちょっと急げで。またお願いします。はーい。お疲れ様です。
お疲れ。買ってきたんかいお前。買ってきたやん。何ですか。ちょうだいよ。まず卵サンドとシャキシャキミートサンド。イエーイ。唐揚げくんでーす。飲み物は。待って、あったかいの買ってきてる。寒いからあったかいのがいいかなと思って。お前ババアじゃねえんだぞ。いただきまーす。いただきまーす。うまっ。うまっ。ツナ。マジうまい。何がうまい。ツナ。似てんのかどうかもわかんねえんだけど。おにぎり何が好き。何が好き。もっちゃ梅。梅か。お前は。おかけ。そろそろ来る時間やけどな。30分経った。あと2分で30分。あ、来た。もっちゃん呼んで。あ、あるんですよ。一回ね、パンクしちゃったんですよ。あれね、あります。あります。手をつけて、好きなお店行ってもらった方がいいと思います。今僕つけます。あ、すみません、ありがとうございます。俺らがアホやったってこと。いや、アホではないです。アホではないです。よかったです。タイヤ変えたらこのままお店行きます。はい、このまま行こうかな。また汚いですけど、ごめんなさい。いやいや、唐揚げくんとかやばいやな。車載工具はどっかに乗ってると思うんですけど、なかなかまあ取るのは大変じゃないかな。へぇ、そんなんすんねん。すごい、こんなんついてた。ただの知識不足やん俺ら。あくまで応急用のタイヤなので、あんまり遠出したりとか、そこままずっと走ったりするとよろしくないです。なるほど。おっちゃんとはお家が、おっちゃん前やらかしましたから。いやーやだ、俺もそれほんまに思い出したけど、その時の映像がこちら。やめろ。はい、ということで2本目外していきたいと思います。嫌な記憶が、もうほんまにあれをあげるとともに。やっぱどの道をプロってのはすげえな。な、すごい、すごい、早すぎな。これ昔チューにしたことありますタイヤ。あるのかな。あるかもしれない。それが開いたんだ。それのせいかもしれないです。あと問題なのが、潰れた状態で動いてたと思うんですよ。はい、そうするとタイヤの横の部分が潰れてぐるぐるって回るとこう傷んじゃうんですよ。はい、もしかしたらこう内側をめくってみたらボロボロになってるってこともあるので、まあ、修理せずに変えた方がいい話になるかもしれない。またよかったら長距離走らんといかんとなったら JAF 呼んでいただければ、はい、点検しにも行きます。はい、ありがとうございます。めったに緩むことないんですけど、はい、絶対なことでは緩むことあるんで、はいはい、たまには。めったなことない。応援しちゃいます。はい、はい、ありがとうございます。眠かったらもうほんまに終わりや。顔がもうさ、35歳。ははは、やめろ。下目なんでやめろ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行こう、オートバックス。あ、ほら、左に曲がりやすい。あのおっちゃんかっこよく見えた。いや、かっこよかったよ。かっこいいな。あ、あれ降りといた方がいい気すんだけど、どうも。サムネイト動画のチェック行った方がいいかな。え、何すんの。あ、もう家で行く。ここから歩くって。いや、違う違う違う。はい、じゃあちょっと僕今日のサムネと動画のチェックしないとダメなんで、ここからのオートバックスは3人に任せます。はい、でよろしく。はい。あのタイヤがパンクしちゃって、 JAF 呼んでスペアタイヤに交換してもらったんですけど、で今それをちょっと直してもらおうかなと思って。はい、オートバックスのカード持ってますよ。ちょっと待ってください。全然ないです。カード。あー、来た。コストコ会員。しか見て、犯罪者。一回ちょっと見てみるんで、はい、順番来たら電話するんで、はい、店内で待っててもらっていいですか。はい、はい、上に休憩所あるんで、じゃあ待ちます。お前ここでいい子にしまってるんだぞ。お前何して遊ぶんだお前そこで。ここで、うん、マージャン。バカ大人。あれ踊っとけよ。まるまるもりもり。うん、お前子供真似できねえ。出ます。はい、はい、すいません。あ、はい、そうです、わかりました。はい、下のピットまで来てください。4番ピットです。こっから声かけたらあかんのかな。バカ野郎。あ、踊っか。あった、あった、あった。どこ。あ、あれや、おった、黄色のタイヤ。おった。もうパンク修理一回されとるんですよ。はい、前は日本とも変えられた方がいいかなって。よく日本でお見積もり出しますので、はい、一緒のところは見ていただいてって話です。はい、どうしましょう、待っていただきます。はい、すいません。すごい、見て。お前全然出てる。修理したことそこが漏れちゃってるから交換が必要ってことですね。なるほどね。だから今回はお金がかかるということです。はい、まあ、1個でよければ1個変えて、在庫出てきたらもう1個変えるんで。そういうことで、じゃあ戻ってきますか。戻っとこう。出ます。もしもし、日本で3万5千ぐらいやって。ああ、買っちゃう。
じゃあ変えていただいてもよろしいですか。あ、はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。日本交換で工賃込めて35,000円、意外と安いですよ。意外と安いね。なんか俺1本でそれぐらいの値段だと思ってたから、ね、2本とも買いました。何この意味。2や領域展開とかじゃなくて。違う、2や領域展開してみても。領域展開で、その後はやりらべあ、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。助かりました、ありがとうございます。イエーイ。はい、生き返ったで。運転どうですか。沈みが少ないで、バリ滑らか。マジそう。めちゃくちゃ滑らか。ジャフの来てくれた人もオートバックスの人も大変ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、皆さんタイヤのメンテナンスはきっちりしましょう。しましょう。出ねえとこんなめんどくさいことになります、はい、ということで今日は吹雪の中タイヤがパンクしたという事件でございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイピSPOR TRIBE 時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 SPOR のインパクト。